サンジュゼブラサ・タラヤは、スペイン・バレアレス諸島州のムニシピ。バレアレス諸島、イビサ島西岸に位置する。スペイン5名は、サンホセ・オブレロだが、カタルーニャ5名が公式名である。面積は159.38平方キロメートル。2016年の人口は25,849人。最高標高地点は475メートルの差、タラヤであり、この山は、 イビサ島の最高標高地点でもある。南東でイビサ島の首都、エービスサと東でサンアントニダ・プルマニと自治体協会を接している。自治体南部の地中海岸にはフェニキア人の集落である咲かれた遺跡がある。イビサ空港イビサ島唯一の空港である。イビサ空港はサンジュゼブラサタラヤの自治体域にあり、2800メートルの滑走路1本を有している。 1930年代後半のスペイン内戦の際に暫定的な軍用空港として設置され、1949年に旅客便の運航を開始した後、1951年には閉鎖されたが、1958年に運航を再開した。1966年に国際便の運航を開始すると、1973年には新ターミナルが完成し、 1970年代には、大型旅客機ボーイング747を受け入れるために拡張された。国際便としては、ロンドンシティ空港、パリオルリー空港、アムステルダムスキポール空港、アイントホーフェン空港、国内便としては、アドルフォ・スアレス・マドリード・バラハス空港、バルセロナエル・プラット空港、アリカンテ空港、バレンシア空港、ビルバオ空港、セビリア空港、 バレアレス諸島内ではパルマデマヨルカ空港に数年の定期便があり、夏季のみの季節運航便は国際線、国内線を含めて多数存在する。ドルト海岸から見たアスバドラ島とアスバドラネー島自治体南西部の沖合には標高413メートルのアスバドラ島があり、周辺は自然保護区となっている。アスバドラ島の続島として、 標高117メートルのアスバドラネー島があり、中央部がくぼんだ弓のような形をしている。バルセロナから亡命したカルメル回収同士のフランシスコ・パラウが去った1855年以来、アスバドラ島は、ヤギやトカゲがいるのみの無人島である。セイレーンの伝承、アスバドラの巨人ログは、未確認飛行物体の目撃報告など、アスバドラ島には、様々な逸話が残されている。 ブロードウェイミュージカルの南太平洋では架空の島としてアスバドラ島が登場する。イギリス人ミュージシャンであるマイク・オールドフィールドの1996年の LP ロイジャーのジャケットはアスバドラ島を背後にハンラのマイクが得意げな顔で写っている写真である。DJ のアリー・フィラはエスベドラというタイトルのトランスミュージックを制作している。 ありがとうございます。